さあ、大観衆が見守る中、注目の一戦が間もなく開始されます。さあ、激闘の幕が開きました。コラトちゃん抜きちゃった。翼くん、得意のヒールリフトで抜いた。カルロスくん、これは見事な個人技だ。ボールを浮かせて抜いた。ナイスです。これは最大の力を込めたドライブシュートだ。このボールに取り付く華麗なキャッチで見せる。これは必殺のリフトだ。絶妙なコントロールでトラップ。よし、素早く横にかわす。やったぞ。アイランくん、ボールダッシュ成功。カルロス、ダイレクトでパス。翼くん、激しいタックル。ドリブルでボールを運ぶ。翼くん、ここからチャンスを作れるか。カルロスくん、これは見事な個人技だ。パントキックで大きく蹴り出した。ダイレクトでパス。モレイチ、ここは戻りながらのディフェンス。何をする。敵陣へ攻め込みます。目にも止まらぬ火の玉シュート炸裂だ。エマクロス、このシュートで反応している。キーパー止められた。入った。ゴールを決めました。いくよ。こここの調子で行くよ。カルロス、カルロス君、これは見事な個人技だ。止められるか。ナイスプレーだね。カルロス君、これは見事な個人技だ。ゴールを打ちる。駆け抜けて迎え撃った。おたけびを上げボールに立ち塞がった。シュートの勢いも体で止めました。ここでパスカット。ここから一気に攻め込みたいところ。ルチアーノ君、技、そして力の誘導。俺の本気が見える。圧倒的なものすごいシュートだ。ブロックされたボールが大きく体ごとぶつかっていった。パントキック、どこまで運べるか。このパスは通らない。翼君、得意のヒールリフトで抜いた。カルロス君、ボールを抜いて抜いた。ここは抜かせません。敵陣を混ぜ、完全的ドリブルで蹴散らした。カルロス君、ここはパスを出した。ドライダン君、激しいタックル。ここから長い距離のパスを狙う。体ごとぶつかっていった。かわして振り切った。カルロス君、ボールを狙うも届かない。ライアン君、鮮やかなパスだ。アウェイチーム、ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに来た。空高くで火花を散らす。カルロス君、この対決をものにした。すごい、見事なキャッチ。俺の前に立つんじゃねえ。シュートまで持ち込めるか。必殺のシュートでゴールを狙う。俺の本気が見える。ケイジーニョ君、このシュートに反応している。ケイジーニョ君、ファインセーブ。パントキック、どこまで運べるか。ヘッドでパスを送る。サンゴール君、ここはパスを出した。翼君、これは南米式のドリブルだ。これが二人の力だ。いっけー。ここは身を挺して止めに行く。このシュートを体で止めるつもりだ。カルロス、あとこのボールをブロック。必ず決め。体勢は天高く足を振り上げ、全身全力でシュート。渾身のシュート。決死のセービだ。ゴール隅に突き刺さった。このゴールサッカー、俺の指だ。必ず決める。うわ、勝つんだ。まだ同点だ。体を3点差でかわした。庄司の華麗な技だ。おアイラン君、ボールを狙うも届かない。4点で鋭く反応。まさに俊敏、ミラクルキーパーだ。パントキック、どこまで運べるか。
カルロス君、ボールを狙うも届かない。やった、これが白熱。これは南米式のドリームだ。鋭いスライディング、ディフェンス、ここからチャンスが作れるか。タックルも決めた。いけよ、これは南米式のコースだ。ナイスプレー、これは南米式の突破か。敵陣を切り裂く。ナイスプレーだね。必殺のシュートでゴールを狙う。シュート、エクアドル横に飛んだ。これがミラクルキーパーの実力だ。パントキック、どこまで運べるか。おっと、もう交代だ。ルチアーノ、この振り切った。シュートのスライディング、このタックルは不発に終わります。ここはパスを出した。高速で抜き去った。天才的なドリブルだ。高速で抜き去った。必殺のシュートを放った。ここでボールに飛びつく、弾いた。ゴール前に上げた。このセンタリングをものにできるか。ツインシュートだ。いけ、よく鋭く反応。あっと、これを弾いた。ライアン君、鮮やかな股抜きだ。カルロス君、ボールを浮かせていた。妖精のように待った。これが妖精のブラス。鋭い回転を見えた。ゴールを狙う、ピエール。このボールに超反応。ブロックを突き破りゴールで。いけ、キッキーパーごと突き刺さった。やったぞ、ニューヒーロー。期待に応える活躍です。それ、見えた。止める、ふっ、いけ、ギブは諦めはしねえぜ。ホームチーム、いキックオフで後半スタート。ルチアーノ君、ロングパスだ。ディアス君、ここはパスを出した。アウェイチーム、相手の守備が整う前に一気に攻めたいところ。これは通った。行くぞ。カルロス君、これはうまく受け取った。これは見事な手順だ。止められるか。浮かせて抜いた。これは予想外だ。この立ちは不発に終わります。カルロス君、力を貯めて強烈なシュート。これはキーパー動けない。カルロス君、鮮やかにゴール。キーパーが弱い。止められるか。容赦はいらない。ここはパスを出した。こピエール君、これが美獣のドリブルだ。よいしょ、すり抜けた。これはドラゴールだ。これが俺のシュートだ。おたけびを上げボールに立ちふさがった。体でのせいだ。長いパスが通った。ここで止めて、まった。高速で抜き去った。ここで降りろ。得意のヒールを抜いた。ウェディングショットだ。ハッコンでボールも受け止める。軽々とこれをキャッチ。パントキックで大きく蹴り出した。このパスを取られた。体ごとぶつかっていった。あっと、奪い返した。体ごとぶつかっていった。一気に決める。アウェイチーム、ここは全力のプレーで俺の前に立つんじゃねえ。ルチアーノ君、さあこいつで負けきらめる。よく鋭く反応。ケイジーニョ君、ボールはまだ生きている。大きくパス、素早くつなぎます。スライディングで止めた。敵陣へ攻め込みます。ルチアーノ君、なんという素晴らしいフィジリック。さあ俺の本気を見やがれ。ケイジーニョ君、横に飛んだ。ケイジーニョ君、ファインセーブ。パントキック、どこまで運べるか。この位置で攻守を奪いだ。これは俺の最大限の力を込めたドライブシュートだ。ケイジーニョ君、これはキャッチできない。パスを受けた、うん、レオ君、ダイレクトでパス。この位置で攻守交代だ。翼君、ゴール前に持ち込んだ。シュートを放った。長いパスが通った。体ごと使っていった。
ドリブルでボールを打つ。抜き合う。横アクセルシュート。なんとかボールに食らいつく。反応するも決まった。このシュートをこの程度で騒ぐんじゃねえぜ。どうだ、また見てろ、アクセルシュートだ。カトラ、それでいい。レオ君、ワンタッチで送る。これが妖精のプレーだ。それ妖精のようになった。いいプレーだ。敵陣へ攻め込みます。絶妙なライフルプレーを見せつけるか。ワンツーで折り返す。シュートまで持ち込めるか。回転をかけてシュートを取った。取った。鋭い反射神経だ。パントキック、どこまで運べるか。ヘディングでのパス。サンゴール君、ボールを奪うことができません。シェフター君、タックルを決めた。もらったよ。このスライディングが決まった。妖精のように待った。大きくパス、ロングパスを受けます。ワンタッチで送る。ここからチャンスを作れるか。これは南米式のドリブルだ。イデオメッシータックル。天才的なドリブルだ。これは必殺のドリブルだ。ここで大きくサイドチェンジ。ボールを打たせ高く。ハイファイヤー。これはさらに威力を増した。ファイヤーシュートか。まさに俊敏、ミラクルキーパーだ。パントキック、どこまで運べるか。ボールを奪った。センターラインを越えて攻め込む。翼くん、激しいタックル。ボールダッシュ成功。長い距離のスルーパス。体を反転させかわした。飛行機の華麗な技だ。絶妙な連携プレーを見せつけるか。眼光鋭く目を打たせない。いち早く反応。ボールを止めに行った。これはボールと相打ちの形になった。スライディングで止めた。息の合った連携プレーが見れるのか。ここでワンツーパス。渾身の力を込めたファイヤーショット。これは反応しているぞ。ゲームスに突き刺さった。あとやったよ。ボールを決めました。行くぞ。この調子で行くよ。ディアス、パスをもらった。パスを回す。ディアス君、パスを出します。かばしてくれてた。ここだ。まずい。打ち合う。俺の邪魔はさせねえ。力の融合。さあ、後悔させてやる。すごいシュートだ。横っ飛びで鋭く反応。ケイジーニョ君、ボールはまだ生きている。パスを受けた。渾身のパスを味方に送る。ナイスパス。これはうまく受け取った。これは必殺のロングパスだ。これはうまく受け取った。これでもうすでに30分が経過。まずい。ここからゴールは生まれるのか。いや、これは狙いハイファイヤー。これはただのファイヤーショットではない。これは反応しているぞ。エスパナス君、ボールはまだ生きている。ピエール君、このボールを拾います。ホームチーム勝ちました。チーム一丸となって手にした大きな勝利です。